こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。昨日、久しぶりに本屋に行ってきたよ。いつも漫画ばかりだったから、たまには小説なんか読むのもいいわよね。霊夢が読書なんて想像つかないぜ。魔理沙は本を読まないの？本を読む方ではないのだが、科学雑誌など興味のあるものだけ読んだりするぜ。ところで、もし今読んでいる本に呪いがかけられているとしたら、霊夢ならどうする？おそらく手に触れることさえも躊躇するだろうね。っていうか、そんな呪いのかかった本なんて聞いたことないよ。それが、そのような呪いのかかった本や恐ろしい噂のある本がこの世には実在するんだぜ。嘘でしょ？でもちょっと興味あるわ。おすすめってわけではないが、興味があるなら恐ろしい噂が囁かれている禁書をいくつか紹介するぜ。そもそも禁書って何なの？禁書とは、法律や命令などで特定の本の発行、輸入、閲覧、所持を禁止、または禁止された本のことだぜ。書かれた内容が宗教的なタブーであったり、文化的なタブー、政治システムやイデオロギーに対する批判的なものなどが禁書扱いとされているようだ。なるほどね。では早速紹介していこう。それではゆっくりしていってね。トップバッターはソイガノ書だぜ。ソイガノ書は1500年代に作成されたオカルト本だと言われているぜ。いきなり怖いんだけど。魔術の呪文や悪魔学、占星術、他にも天使の名前や系図などの超常的な情報などとともに、36の暗号表が記載されているんだ。ちょっと好奇心そそられる内容ね。16世紀にこの本を所有していたのは、数学、物理学、科学、天文学などの分野で活躍した、イングランドの著名な博識家であるジョン・ディーという人物だぜ。ジョン・ディーは神秘学者でもあり、特に天使と交信することに興味を持っていた。そしてジョン・ディーは、ソイガノ書には、汚れのない神の言葉が書かれており、この本を読み解くことで、天使の声を聞くことができると、確信を抱いたんだ。そして、信仰のあった、エドワード・ケリーと共に、書物の解読に力を注いだぜ。エドワード・ケリーとは、どういう人物なの？エドワード・ケリーは、水晶占い師だぜ。水晶を投資して、天使と対話ができる霊能力があるらしいぜ。自分をケリーと言ったり、エドワード・タルボットと名乗って活動していたこともあり、イギリスでは錬金術師としても有名だったそうだ。一方で、偽札作りの罪で有罪になり、罰として耳を切り落とされるなど、行動に問題の多い人物でもあったようだぜ。なんだか怪しい匂いがするね。話を戻すが、ある日ジョン・ディーはエドワード・ケリーを仲介して、大天使ウリエルを呼び出し、ソイガノ書が本物であるかどうかを尋ねたぜ。すると大天使ウリエルは、書物自体は間違いなく本物であるが、暗号を読み解くことができるのは大天使ミカエルだけである。また、もし暗号を人間が読み解いてしまった場合、その人間は半年以内に死ぬことになるだろう。と答えたそうだ。それじゃあ、何としても大天使ミカエルにお願いするしかないよね。だが、その後もジョン・ディーは大天使ミカエルとはコンタクトできなかったようで、暗号を読み解くことができず、1608年に81歳でこの世を去ったぜ。それは残念。大天使ミカエルとは、そう簡単にコンタクト取れないのね。その後、ソイガノ書は様々な所有者の手を渡り歩き、所在不明となったぜ。しかし、その300年後の1994年、オックスフォードの図書館で偶然この本を発見したアメリカの研究者、デボラ・ハークネスが、ジョン・ディーと天使との対話という論文を完成させたぜ。デボラ・ハークネスは、ジョン・ディーの学問の真髄を見つけ、それをきっかけに、ディスカバリー・オブ・ウィッチズという小説を書いたぜ。その本は、ベストセラー3部作になり、テレビ化もされるほど人気となった。へぇ。そして4年後の1998年、ついに、数学者のジム・リーズの手によって、暗号表の一部が解読されたんだ。本当に？でもまだ一部なんだ。ある文字と他の文字との関連における頻度と位置に関するパターンを発見したぜ。だが割り出したのは解読に必要な数式のみで、暗号の意味や記されている内容については未だに解明していない。現在でも多数の研究者たちが解読を試みているそうだぜ。解読できた時どうなっちゃうのか心配だけど、なんとか研究者さんに頑張ってほしいね。続いてはアブラメリンの書を紹介するぜ。アブラメリンの書は2016年の映画祭の目玉作品アダークソングで重要な役割を果たしたとして、ホラーファンの中では馴染みのある書物でもあるぜ。どういう書物なの？14世紀から15世紀頃に記されたユダヤの魔術書だぜ。その評判は19世紀から20世紀にかけて存在した、秘密結社黄金の夜明け団を構成する魔術師たちに由来するそうだ。その秘密結社の一人、マグレガー・メイザースが、1750年、この書のフランス版から英語に翻訳し、1890年代に最初の本を出版した。
作家でオカルト研究家のロン・ミロ・デュケットは2006年版の序文で、メイザーズの翻訳が、同業者たちに受け入れられて、アブラメリンの書は現代オカルティズムの主要なテキストとなり、アレイスター・クローリーの魔術に影響を与えた、とも語っているぜ。アレイスター・クローリーって誰なの？アレイスター・クローリーは、イギリスのオカルティストまたは儀式魔術師だぜ。なるほど。それにしてもユダヤの魔術書だなんて、なんだか恐ろしい内容を想像しちゃうよ。アブラメリンの書には、魔術師が聖なる守護天使や、天界に存在するもう一人の自分と交信するための、儀式の方法が主として記載されているぜ。それに加え、天使や悪魔を呼び出して願いを叶える方法、人間をロバに変える方法、玉芸をする猿の霊を呼び出す方法、霊を刺激する方法などが記載されている。そして、天使や天界との交信の儀式をする場合、術者は半年の間、隠遁生活を行いながら、懺悔や祈りの課題をこなし、世俗のことを忘れて、心身を極限にまで清める必要があるそうだ。儀式の方法を私も知りたい、なんて軽く思っちゃったけど、それには、半年も隠遁生活しなければならないなんて、やっぱり私には耐えられないな。その厳しい半年間を耐え抜き、儀式を実行すると、天使と親密な関係を築くことが可能になり、3日間至福の時間を過ごすことができるそうだぜ。3日間が過ぎるとどうなっちゃうの？この3日間が過ぎると、地獄の領域にいるあらゆる未浄化の霊や、すべての地獄の悪魔たちを集め、征服する役目を果たさなければいけなくなるそうだぜ。その際には、天使が指導してくれるらしいが、だとしても大変なことには変わりはないだろうね。アブラメリンの書が悪魔の本と言われるのは、この世の悪霊を退治する方法を指南しているからだとも言われているぜ。そのため、この書物を読んで儀式を実行することはリスクがありすぎると、魔術師の間でも恐れられているそうだ。次はギガス写本を紹介するぜ。別名、悪魔の書と呼ばれるこの本は、800年前に作成され、高さ92センチ、幅50センチ、厚さ22センチ、重さ75キログラムと、世界最大の中世写本と考えられているぜ。でかすぎでしょ？1204年から1230年の間に、現在のチェコの一部だったボヘミア王国で書かれたものだと、歴史家たちの間で考えられているんだ。スウェーデン国立図書館によると、ボイニッチ主公も所持していた。神聖ローマ皇帝ルドルフ2世が1594年に自身のコレクションに加えるまでは少なくとも3つの修道院で所有されていたと言われているぜ。1648年、30年戦争の時に戦争に勝利したスウェーデン軍がストックホルムに持ち帰り、1768年以降、現在に至るまでスウェーデンの国立図書館に所蔵されていたそうだ。やっぱりこれも魔術の方法とかが書かれているの？ギガス写本はすべてラテン語で書かれていて、旧約聖書、新約聖書、チェコ、ユダヤの歴史、幾何学、法律、娯楽情報百科、医学論文、死亡記事、魔術の呪文、暦など、あらゆるものが記載されている。ふむふむ。伝承によると、この本は隠遁者ヘルマンという修道院が手掛けたものだそうだぜ。彼はある機械を破り、修道院の壁に埋め込まれることになった。そこで彼は自分を救うために取引をしたんだ。その取引とは、たった一晩で世界のあらゆる知識を詰めた本を書き上げれば命が助かるというものだったぜ。だが、そんなことは無理だと悟った彼は悪魔と契約し、自分の魂を悪魔に売り渡し、本を書き上げるのを手伝ってもらったというんだ。それでギガス写本が出来上がったのね。ああ、悪魔の肖像を署名代わりに本を完成させたぜ。他にもサタンの手助けに感謝するためにイラストを入れたとも言われているが、その複数のページに描かれた悪魔の由来に対して様々な伝説や見解が施されたぜ。その後、1858年に一人の警備員が誤って国立図書館に一晩中閉じ込められてしまい、その後施設送りになったという事件が起こるぜ。何が起こったの？警備員が閉じ込められた翌朝、彼はテーブルの下に隠れているのを発見された。その警備員曰く、ギガス写本が他の本と一緒に空中を舞っているのを見たと主張したそうだぜ。ハリーポッターみたいな世界ね。悪魔のイラストや、それらの出来事から、この本が不吉だと言われるようになったようだ。続いては、ライテン・イン・ブラッドという書物だぜ。別名は、血の結末配置等の歴史だ。題名から不吉な予感しかしないわ。ライテン・イン・ブラッドは、1978年に出版された本で、アメリカ海軍の軍属として1959年から1963年にかけてハイチで暮らしていた夫のロバート・ハイヌルと妻のナンシー・ハイヌルという夫婦によって作成されたぜ。彼らは何年もハイチの政治的混乱に巻き込まれた過去があった。
妻のナンシーはある時期から動物の生贄や神の憑依を試みるブーブー教に没頭し、同じくブーブー教を信仰していた当時の大統領夫人シモーヌとも信仰を結び、良い関係を結んでいたぜ。そしてハイチの第40代大統領フランソワ・デュバリエも、ナンシーは神秘的な力を持つ巫女であると太鼓判を押していたようだ。だが、ハイヌル夫妻は本国に戻り、ハイチ島の歴史を記したライテン・イン・ブラッドを書き始めた。どういった内容なの？その内容は、第40代大統領フランソワ・デュバリエの治世を公然と批判するもので、世の中の反応としては期待が寄せられていたそうだぜ。フランソワ・デュバリエ大統領は亡くなっていたが、ナンシーが完成したライテン・イン・ブラッドの原稿をシモーヌに見せたんだ。するとシモーヌは作中のとある描写に激しく腹を立て、ブーブー教に伝わる恐ろしい呪いをその本にかけたと言われているぜ。このことはハイチ亡命者が出版している新聞記事に記載されているらしい。呪い？これって昭和の時代の話よね。その後、呪いのせいなのか、この本は原稿の一部が紛失したり、本の広報担当の記者が病で入院したり、製本所の機械が誤作動を起こすなどのトラブルが次々と起こったそうだぜ。そして作者の夫婦も演説中にステージが倒れて大怪我を負い、大使館住居の近くを歩いていると犬に襲われるなど、様々な不運に見舞われたそうだ。そして本が出版された翌年の1979年5月、休暇を取った夫妻がフランス旅行を楽しんでいた際、夫のロバートが突然心臓発作を起こし、本の出版からわずか数ヶ月でこの世を去ってしまった。ここまで来ると呪いの力を信じてしまいそう。妻のナンシー・ハイヌルは当初は呪いを信じていなかったが、様々な不幸を経験し、未亡人となってしまった後、ハイチに近づくほど、呪術の力が増すと信じられています、と語ったと伝えられているぜ。そう思うのも理解できるわね。その様々な事実が不気味な噂を呼び、オカルト好きの間で、誰でも購入できる呪いの本として有名になったぜ。次に紹介するのは、アルシュタイン聖書だぜ。印刷機が発明される以前の中世中頃までは、本を作る作業は時間と労力がかかる作業だったこともあり、当時、本はとても貴重で高価な代物だったぜ。現在のように製紙技術も発達しておらず、当時の素材は基本的には木ではなく、動物の皮を加工した羊皮紙が必要だった。材料を用意するのも大変だが、文章、挿絵、製本に至るまで全てが手作業だったんだ。想像するだけでも気の遠くなるような作業だね。その気の遠くなるような作業工程と材料が理由で本が高価だったんだぜ。そのため本を盗む行為や大切にしない行為は殺人や神の冒涜と並ぶ卑劣で凶悪な犯罪行為と認識され、重罪が課されていたというぜ。ふむふむ。図書館では本を勝手に持っていかれないように鎖で繋いだりして対策を講じていたらしい。だが、それでも世の中には本泥棒が多く存在し、本の作者や図書館職員たちを悩ませていたそうだ。いつの時代にも悪い奴がいるものね。12世紀にドイツで書かれたアルシュタイン聖書も、この時期に作成された本なのだが、この本には本泥棒に対して呪文が記されていたそうだぜ。呪文？その内容は、この本を持ち去る者に死をもたらしたまえ。大鍋でフライにされ、病に蝕まれ、熱に炙られ、車輪に砕かれ、そして吊るし首にされよ、アーメンというものだったぜ。聞くに耐えない残酷な内容。このアルシュタイン聖書は、ドイツのアルンシュタインにある、メアリー&セントニコラスのプレモント修道院で制作されたものだ。この聖書はもともと、建築様式であるロマネスク様式を採用して書かれている巨大な聖書なんだぜ。アルシュタイン聖書は書籍としての価値も高く、他の聖書よりも詳細な教えなどが書かれており、翻訳も多いという。アルシュタイン聖書は現在では英国図書館に所蔵されているようだ。呪文の効果はあったのかな？このアルシュタイン聖書の泥棒対策からの着想を得て、以降の本には同じような呪文が記されることが多くなったぜ。そしてなんと、スペインの図書館のように、施設全体を呪いの力で守ろうという図書館も現れ始め、その後は呪文がなされていない本の方が珍しいというレベルにまで習慣化していったそうだ。その徹底した対策が功を奏してか、本を乱雑に扱う者や、本に敬意を払わない者は軽蔑され、村八分のような状態にされたなどの話も残っているぜ。犯罪の抑止効果はあったようだね。実はこのように本の呪いが習慣化する以前にも呪いがかけられた本は存在していたんだぜ。正式な名称はブックカースと呼ばれている。古いものでは紀元前7世紀頃のアッシリア王アッシュールバニパルの時代、本は粘土板で作られていた。それらもまた作るのが大変だったため、悪事を働く者には神の怒りが下るように呪いがかけられていたというぜ。そして印刷機の登場でその呪いの本は少しずつ減っていったんだ。
本が大量生産できるようになったことで本の価値が下がり、もっと一般的なものになっていったんだね。でも少し寂しいような気もするぜ。次は、魂の運命という本だぜ。アメリカのハーバード大学の図書館には約1500万冊もの蔵書が保管されているのだが、その中に3冊のみ、他の本とは想定が異なる奇妙な書物が存在していたぜ。そしてこれらを不審に思った職員が DNA 鑑定を依頼したところ、3冊すべての想定に 99.9% の確率で人間の皮膚が使用されていることが判明し、話題となったんだぜ。人間の皮膚？怖すぎる。その後、職員がそれらの本の調査を進めたところ、3冊のうちの1冊には人間の魂をテーマにした魂の運命があったぜ。この本は1880年代半ば、著者であるフランスの作家アルセーヌ・ウーゼが友人の遺志に送った本で、人間の魂についての書籍には人間の皮膚を使った想定がふさわしいという考えから、精神疾患を患い亡くなった女性の皮膚を使ってこの遺志が想定を施したことが判明したそうだ。とんでもない思考の持ち主だね。この遺志は17世紀の蔵書にも人間の皮膚の想定を施しており、その本は現在ではイギリスの図書館に収蔵されているそうだぜ。16世紀には人間の皮膚を使った想定が存在していたと言われており、犯罪者の供述書が本人の皮膚で束ねられていたり、個人の意思で書籍として残されていた事実もあるそうだ。人の皮膚で束ねられた本なんて手にするのも嫌だよ。そうだよな。このような人の皮膚を使って想定された本は人皮想定本と呼ばれ、17世紀頃にも何冊か制作されていたが、それらの本にまつわる黒い噂で、死者の魂が宿っており、手に取った者には死者の思念が流れ込み、思考を支配される。いや、死者に対する畏敬の念を持って本を取らなければ死期が早まってしまう。などの説が広まっていたぜ。続いて紹介するのは大奥義書だぜ。別名魔術書グリモワールと呼ばれているこの書物は、悪魔や精霊などの性質や、それらを刺激する方法を記した黒魔術書の一つだぜ。お、また魔術系。日本語タイトルは、大いなる教科書と呼ばれたり、フランス語風に、グラングリモワールと呼ばれたりもするぜ。他にも、赤い竜や、サタンの復縁書と呼ばれることもあるぜ。イギリスのオカルト研究者、アーサー・エドワード・ウェイトが出版した、The Book of Black Magic and of Pacts の中でも、大奥義書を4つの正式な黒魔術の手引き書の一つとして位置づけされている。その内容を教えて。主な内容は、召喚において必要な神秘の杖の作成方法や、悪魔階級とその一覧、悪魔との取引を行うために、ルシファー配下の悪魔で、サタンの右腕でもあるルキフゲロ・フォカレを、呼び出すための詳細や、その他まじないなどが記載されているぜ。すごく気になる。歴史家のオーウェン・デイビスによると、大奥義書は1522年に写本されたものとされているぜ。実際に世の中に出てきたのはいつ頃で、発見された場所はわかっているの？発見されたのは1750年で、古代イスラエル王国の第3代目の王、ソロモンの墓であるとされているぜ。聖書に出てくるソロモン王とも関係がありそうね。ああ、聖書に出てくるソロモン王とも関係があり、しかも、聖書に出てくる古代文字で書かれた大奥義書は、強力な魔術書として評判を広めたんだぜ。へぇ？編集者は、ラビのアントニオ・ベニティアナだと言われており、編集者の名前から、この書物の発祥は、イタリアであるとも考えられているぜ。伝説によると、大元は、テーベのホノリウスという人物によって書かれたと言われているぜ。また、ホノリウス自身が、サタンに取り憑かれていたとも言われているぜ。大奥義書は、聖書のイエスとその弟子たちの母語と言われている。ヘブライ語かアラム語で綴られており、18世紀にフランスでブームになったというぜ。今、大奥義書を見ることはできるのかな？現在オリジナル版は、バチカン秘密文書館に保管されていて、一般には公開されていないぜ。そうなんだ。別名であるグリモワールという言葉の語源は、古いフランスの言葉で、文法という意味の、グアメイから来ているとも言われているんだ。この説によると、ラテン語で書かれたこの書物は、ラテン語の参考書としての役割もあったようで、以前は一般的に使われていたようだぜ。だが時を経て、この言葉の意味自体が変化していき、最終的にオカルトと結びついた背景もあるそうだぜ。最後に紹介するビビアン・ガールズは、アメリカの清掃婦の男性ヘンリー・ダーガーが作成した長編小説で、非現実の王国でというタイトルでも知られているぜ。ビビアン・ガールズとだけ聞いても、いまいち内容が想像できないわ。内容は、7人の少女戦士、ビビアン姉妹が率いる、アビエニアというカトリック国家と、子供奴隷制を持つ軍事国家、グランデリニアとの対立を描いた、架空戦記という内容だぜ。
タイトルからは想像できない内容だね。この小説は他にもたくさんある戦記物と同じように思えるかもしれないが、作者のヘンリー・ダーガーは19歳の頃に小説の執筆を開始すると、執筆活動を誰にも他言しないまま、彼がこの世を去る直前の約60年間にわたって一人で執筆を続けていたそうだぜ。彼が亡くなる半年前に老人ホームに収容され、書物の存在が明らかとなったそうだ。孤独な小説家だったのかしら。ヘンリー・ダーガーが暮らしたアパートの家主であり、芸術家でもあるネイサン・ラーナーが、ヘンリー・ダーガーが老人ホームに収容される際に、彼の持ち物を整理するために部屋を訪れ、300枚以上の挿絵と1万5000ページにもなるこの物語を発見したそうだ。部屋に入る前にネイサン・ラーナーが、ヘンリー・ダーガーに、部屋のものはどうしようかと尋ねたところ、ヘンリー・ダーガーはそこでも、物語の存在は明かさずに何でも好きにしてくれとだけ伝えたそうだぜ。部屋の中には、ルイス・キャロルの不思議の国のアリスや、ライマ・フランク・ボームのオズの魔法使い、キリスト教関連の書物が多数発見されており、執筆の参考にしたと考えられているぜ。どうして彼は多言せずに執筆を続けてたんだろう。小説家を目指していたようには思えないね。ビビアン・ガールズの作成の背景としては、作者のヘンリー・ダーガーは、発達障害を患っていた上、家族仲も悪く、友人や恋人にも恵まれなかったため、唯一自分を表現でき、他者に侵害されることのない心の拠り所として人生の支えにしていたようだ。なるほど。彼がシカゴで働き始めた19歳の頃、エルシー・パローベクという5歳の少女が、誘拐され殺害されるという事件が発生した。ヘンリー・ダーガーはその時の新聞記事を保管していた。この記事は後に紛失しているが、彼はこの事件により心痛し、新聞記事を失ってしまったことで、さらに創作意欲の後押しをしたとも語られているぜ。ビビアン・ガールズでは、グランデリニアに対して反逆を起こし、殺害されてしまう少女が登場するのだが、そのキャラクターが、エルシー・パローベクをモチーフにしているのではないかと推測されているんだ。ふむふむ。そして、ヘンリー・ダーガーが300枚以上書き残した挿絵は、障害や環境のせいか、独特のタッチと色使いで描かれており、少女たちが非常に生々しく描写された挿絵も複数存在しているぜ。小説も書けて、挿絵も上手なんて、才能あふれる人物だね。さらに、ヘンリー・ダーガーは、障害女性の裸を見たことがなく、女性に男性器が描かれているなど、見る人によっては、気分を害する恐れのある挿絵が、多数存在するため、その特異な制作背景とともに、読者の精神を汚染する小説として、語り継がれているぜ。だが、中には男性器のない女性も多数存在しているため、戦闘に向かう少女の、男性的攻撃性を表現したものだ、とか、空想としての理想を描いただけなど様々な憶測も存在しているようだ。今となっては確認のしようがないのが残念ね。いかがだったかな。今回は恐ろしい噂が囁かれている禁書として8冊を紹介したぜ。歴史的価値があったとしても曰く付きの本など購入しようとは思わないけれど、なぜか興味が湧いてしまうね。これらの本に携わった人間たちもそのような心境だったのだろう。その結果どうなるのかは考えずに、まるで引き寄せられるかのように本を手に取ってしまう。それが呪いなのか人間の心理なのか、とても興味深いよな。現在では紙ベースの本ではなくデジタル化された本に変わってきている。それによってさらにたくさんの人の生活に本の内容が浸透しているぜ。でももし、呪いもデジタル化することができるとしたら、考えただけで恐ろしいよ。そんなことが起こらないことを願うばかりだぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。